します。安藤さん、はい、オーリンさんからオーバーホール上がってきた、はい、もらってきました。あ、はいはいはい、これでよろしくお願いします。オイルも結構汚れてましたね。そうなんですよ、はいはいはい、はい、これ上がってきましたんで。わかりました。じゃあこれでちょっと作業の方進めていきます。はい、はい、お願いします。中古忍者カスタムへの道、4回目となる今回は舞台を安藤さんの店舗ペンスケに移して、前回オーリンズでオーバーホールしたリアサスを組み込み、いよいよカスタムも佳境へと突入する。それでは今回から、前後の足回りの交換と、ホイールの方を交換していきます。ここが安藤さんの城、大阪は羽曳野にあるチューニングショップペンスケ。一見雑然とした店内にはディープなパーツがゴロゴロ。これが噂の鈴鹿で優勝した忍者、忍者のピストン。とにかく忍者のパーツがひしめくようにそこら中に散乱しています。取り外した純正エアサスもこんなに。これは一体何なんでしょう。何でもオイルの流れを知るためにカットしたんだそうです。この探求心、実行力、さすが職人です。まずステップ、メインステップですね。これで左右外しまして、でホイール外しまして、スイングアーム抜きます。さあ今回はリア周りを中心にお届けします。まずジャッキアップ、リアを浮かせてステップから外していきます。よいしょ、はい、まずステップ外していきます。ネジですね。マスターカップの方ですね。これはステップと一体もんなんで、一緒にリアのキャリパーごと外しちゃいます。これでステッパー線取っちゃいます。続いて左のステップ、チェンジアームが中でつながっているのでクラッチカバーも外します。それでとりあえずステップの方、次に、リアのホイール外していきます。アクセルシャフト、ガンのネジを入れます。どれ浮いてるか確認して、これでホイール外します。次に、チェーンカバー外しまして、チェーンの方抜きます。
で、スプロケットの方も前フロント外します。ここは回り止めがついているのでインパクトレンチで外します。同時にチェーンも一緒に外しちゃいます。続いてピボットシャフト、ここもインパクトレンチで。リンク周り、これで、シャフトを抜いて、スイングアームとリアサスペンションの方も外していきます。スイングアームのポットのシャフトですね、これを抜いて、スイングアームごと外します。これでアッパーマウントの、ボルトを抜いて、でリアサスのユニットを振ります。忍者純正、エアサスペンションとスイングアーム取り外し完了。ちょっとリアサスのこのリンクの部分ですね、このグリスだとかそういうことをチェックするために一旦外します。ここもサスの動きを左右する重要な部分。忍者の場合、構造上後から注意できないので、こういった機械にぜひチェックしていくことをお勧めします。このバイクに関してはリンク部分も全く問題ないですよね、はい、アッパーマウントのボルトも入念にグリスアップ。ここで森屋さんが持ってきてくれた王林図のこのサスペンションを組んでいきます。これは何ですか？はい、じゃあ次スイングアーム交換していくんですけども、今回はノーマルに、まあ、下側に補強を入れたものに変えていきます。ちょっと黒にペイントしてみて、これもここのベアリング関係ですね、これに関してはもう皿のベアリングとスリーブに使えてます。ノーマルを補強してペイントしただけということですが、随分印象が変わります。強度もかなりアップしました。ちょっと森屋さんって持ってもらいます。こんな感じで持ってもらえれば、はい、下げて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 、ちょっと待ってくださいね、ちょっと上げてください。上げてください、あ、ちょっと待ってください、下げてください、お、はい、OK ですね、 OK です。じゃあ次なんですけども、リアホイールをセットしていきます。ホイールはアルミの単造ですね、 5.5 インチ幅あります。でタイヤに関しては、ダンロップのクオリファイア17617サイズ、これをセットしていきたいと思います。このホイールだけでもノーマルに比べたらかなりの軽量化となります。森谷さん、シャフト入れてもらいます。
どこですか、寝てんの。こっちからですか。はい、はい、OK です、 OK です。リアホイールセットできました。これでリア足回りの組み付けが完了しました。荷重をかけてボルト類を締め付け、はい、仕上げます。で、ピポットのナットとかを全部コントロークレンチで締めていきます。と、判定がマイカーだけ取ります。で一応スイングアーム取り付けを完了しました。次にチェーンとスプロケットを変えていきます。このホイール変えることによってちょっと8ミリオフセットしなければダメなので、フレームのこの部分ですね、ちょっと干渉しやすいところがあるんですけども、それをベルトサンダーでちょっと削っていきます。今度はスプロケットを8ミリオフセットものに変えていきます。もともとついてたこの周り止めですね、これはちょっと再利用しないです。この辺は新品に変えていってもらいたいですね、やる場合は。関しても元々ついてるのがこの RK のチェーンなんですけども、そんなに距離が走ってないチェーンなので、一旦切って、長さを詰めて再利用します。17インチのホイールになってるんです。スプロケットが48丁から45丁とちっちゃくなってるんで、長さを詰めていくっていう形ですね。ライプスポケット、ここをインパクトで締めます。はい、そしたら次、緩み止めの方ですね。はい、処理していきます。フリーロードアジャスターもしっかり固定します。
さあこのエキセントリックの位置なんですけども、17インチにして後ろ下がりになるんで、それを補正するために逆につけてます。これはちょっとまたがって実際完成してからの判断になるんですけども、一応こういう方向でも後ろの車高を上げれるっていうことですね。これでリアの足回りカスタムが完了しました。オーリンズも奥からその存在をしっかりと主張しています。途中チラチラ見えていましたが、いつの間にかパルシングカバーもペン付け仕様。さて次回はフロント周りを中心にお届けします。お楽しみに。